木津川市立山城中学校は、京都府木津川市山城町にある公立中学校。旧山城町内で唯一の中学校である。環境教育が盛んで、数々の賞を受賞している。戦後の学生改革として1947年4月1日に、教育基本法、学校教育法が施行され、6.3、3制度に基づく、新生中学校が発足することになった。 現在の木津川市山城町域でも同年2月に上駒町、高来村、棚倉村の3村で組織された協議会によって中学校の設立が協議され、新憲法施行日の5月3日に上駒中学校が開校した。しかし当時中学校としての独立した校舎はまだなかったため、上駒小学校の校舎は本校として上駒会館と 小島織物工場を分校として借用しての開校となった。なお、上駒中学校の名称は上駒小学校の借用状態であったことに由来する。その後上駒中学校の独立校舎移転が検討されたが、独立校舎への移転実現には土地の確保や費用面で多くの苦労があった。用地は三村の中央部にあることや、高麗村の関係者が誘致したことなどから、 最終的に、高来村椿地区の柳田に決定したが、新たな農地の保障方法が考え出されたり、住民が多額の寄付金を負担することになったりした。そのような混乱があったものの、独立校舎への移転は1949年9月に実現し、名実ともに上駒中学校が開校した。上駒中学校は1952年1月に山城中学校へ改称し、 1956年8月には、新生中学校の校区に由来する町村合併が行われ、山城中学校の名称が町名へ使用されることとなった。2011年4月現在の部活動である、木津川市山城町全域が通学区域となっている。学校だより、我らが山城中2011年4月号、山城中学校、 2011年8月25日閲覧。京都、木津川市の魅力 PR 高岡さんと田中さん応援団長に就任。京都新聞。2019年2月6日閲覧。ありがとうございます。